ドナトブラマンテドナトブラマンテはイタリアの正キルネサンスを代表する建築家。ローマ建築を再構成して記念性を持った古典様式を創出し、以後の古典主義建築に絶大なる影響力を及ぼした。アンドレアパラーディオをして優れた建築を生んだ最初の建築家と言わしめ、またセバスティアーノ・セルリオは彼を古代の建築を蘇らせた人物と評した。 本名は、ドナート・ディアンジェロ・ディ・パスクッチョ。ウルビーの近くのモンテ・アズドル・アルドで生まれ、はじめは画家を志し、マンテーニャに学ぶ。1477年に、ベルガモのパラッツォ・デル・ポデスタにおいて、ファサードの装飾画を描いたことが知られている。1479年頃に、ミラノコ・ルドビー・コス・フォルツァに使え、1481年頃、ミラノに移った。 彼は画家のみならず建築家としても活躍し、1482年に寄港したサンタマリア・プレッソ・サン・サティーロ聖堂の建築に携わった。1488年、パビア大聖堂の設計顧問に任じられ、その後、サンタマリア・デッテ・グラーツェー教会の設計に従事した。彼は、このミラノの宮廷において、レオナルド・ダ・ヴィンチと出会い、 集中形式の教会道のプランに関心を持つようになった。1499年、フランスのロンバルディア信仰によって、ミラノを追われたブラマンテは55歳の時ローマに移住し、1502年にペトロ殉教の地とされていた丘のサンピエトロイン、モントリオ教会にテンピエットを着工した。ローマの円形神殿にファンを取った小規模な礼拝堂であるが、 世紀ルネサンス建築の頂点とされる作品で、当時から高く評価された。現在唯一完全に残っている建築作品である。1503年、教皇ユリウス2世に任じられて、サンピエトロ大聖堂の建築主任となり、同時にバティカーノ宮殿の拡張に着手する。彼は、コルティレ・デルベルベデーレの計画を立案するが、これは今日、 コルティレディサンダマッソの中に埋没してしまっている。ブラマンテがサンピエトロ大聖堂の平面をどの程度まで進めていたかについてはいくつかの資料から推察されているが復元されたプランでは構造的な欠陥が認められ、ブラマンテがこれをいかなる手段で解決しようとしていたかについては何も分かっていない。おそらくは何らの決定もなされていなかったものと思われる。このため、 ユリウス2世の死と1514年のブラマンテ政拠の、後、大聖堂の工事は大混乱に陥った。同郷の後輩、ラファエロ・サンティア彼の影響を受けた何人もの建築家が建築主任を引き継ぐものの、計画は肥大化と迷走を繰り返し、最終的にミケランジェロ・ブオナローティが決定を下すまで幾度もの設計変更を繰り返した。ありがとうございます。